ッピーバースデースユー、コテゾーだよ。そして、チビゾーです。本日は、第3回東京大学の入試予想問題解説動画だ。そういえばまだ続きありましたね、このシリーズ。まあ、軽く振り返ると、東京大学の二次試験当日に配布されていると言われている。東大生が真剣に作った、ネタと皮肉に溢れた問題集を見ていくぞ。第1、志望は、許さない。学歴より、命を守れ。現役東大生の攻撃、ネット上の学歴中に、効果抜群だ。さすがにネタとはいえ、なんだよこのサジェストは。もちろん、問題だって。前回動画のサムネにあるような、入試予想問題、という名のバリアでやりたい放題してくるからね。東大生は敵に回しちゃいけねえ。じゃそろそろ、問題解説に参ろうかね。まずは漢文からですね。最初の3文字からとんでもないこと書いてるんすけど。まあまあ、制約。渡部健という男は、人力車に所属しており、ある日忽然と自粛するという。翌日打たれた文春法によると、3人の女性と共にしていたそう。結婚する前といえども、卑しい会合に行き、女性の一人を招き一時的な交わりに及んでいた。そして渡部は、家に行くのは怖い。渋谷界隈で会議室みたいなところを借りよう。探してきてくれる?と提案し、ことに及んでいた。その後、六本木ヒルズの地下の多目的川屋に女性を呼び30回以上関係を持ち、帰り際に毎回1万円を女に渡していた。これらの過失を全て公に挙げられてから、会見にて釈明しようと企てるも、時すでに遅し、渡部はすでに妻と子供がおり、女性をテイクアウトしていたのであろう。こんな問題文が東大入試で出るわけねえだろうが。というわけで早速、問題を解いていこうかな。さて、鬼が出るかじゃが出るか。問1。全文を朗読せよ。なんで入試問題で朗読が出てくるんだよ。そりゃちゃんと読めてるかの確認じゃねえか。読む側も聞く側も胃が痛くなるわこんなもん。問2。忽然と自粛ストイフ。とあるが、それはなぜか。わかりやすく説明せよ。要は、なんで会見するより先に自粛したのかって問題だが、それはおそらく、半年ほど隠れてればほとぼりも冷めるだろう。と考えていたからである。いやこれ本文読んだだけじゃわからなくね。問3に関しては六本木ヒルズの地下駐車場にある多目的トイレで待ち合わせをし30回以上は行為に及びその後 LINE の文面や証拠を全て消し去り1万円を渡し去っていった。とでも書けば満点はもらえるでしょう。生々しいわ。問4会見にて釈するを企てるも時遅しとあるがそれはなぜかわかりやすく説明せよ。もうこれに関しては君たち知っての通りだ。ついに解説を放棄しだしたんですけど。で、問いもだが。ぶっちゃけわからん。放棄にとどまらず解説自体が崩壊しました。まあ前半部分は、その人は妻と子供がいた。でいいのだろうが、後半部分がわからん。これググったら、中国最大手のフードデリバリーが出てきたので。女性に対してフードデリバリーのようにテイクアウトして美味しくいただいていたんでしょうね。的な感じと似たが全くわからん。誰かわかる人コメントで教えてください。というわけで、漢文終わり。ここからは英語だー。急にどうした？あれ？この人どこかで見たことあるよ。厚木在住のアメリカ人 J さんが憤っている。波について憤っているのか自由に想像し、英語で書け。分量は全体で60から75程度とする。ただし、怖いジャパニーズ・ピーポーで書き始めること。厚木市在住の J さんってやっぱり厚木リレーションじゃねえかよ。あとはおのおの自由に書いてくれ。これ絶対この文言を問題文に入れたかっただけでしょ。え ?60 から75は難しい。一応これ東大入試予想問題だからね。そんな君には下に示す図の人物についてその発話を自由に想像し書け。全体でイチゴの英語で書くこと。え？イチゴ？ちなみに下に示す図の人物はこいつ。なんだよこのクソみてえな問題は。イチゴで書かないといけないから、アップルとかでいいんじゃね？グッダグダじゃねえかよ。まあ、あとはだな。下に書かれた状況を自由に解釈し、60から75の英語で説明。名前つけてる意味なくなることしてんじゃねえ。つかなんでこういう際どい問題ばっかりなんだよ。一応言っておくが、東大で本当に出題された問題かて。こんな感じだからね。この状況説明日本語でも難しくね。というわけで以上、第3回東大入試予想問題でした。これはまごうことなき東京大学でした。
今回で問題を見ていくのはおしまいである。ようやっと終わりました。だがしかし、先輩からの激励のメッセージが残ってるので、次回紹介します。あのさ、これって東大入試当日に配布されてんだよな。そうだぞ。だったらこの一文おかしいだろうが。東大も京大も、やっぱりやべえよ。いやいや、天下の京都大学を舐めてもらっちゃ困る。なんでこんな不動に直りしてんだよ、京大生。ま、こんなところで終わりだな。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。